5月25日午前の取引が終了しました。日経平均株価は上昇しております。昨日の終値と比べて106円12銭高の 19,849 円10銭で午前の取引を終えました。上げ幅は2桁に乗せております。値上がり銘柄数は全体の約 50%、 正確に言いますと 50.1%、 50% を超えて1000とびとび9銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 41% の921銘柄でした。朝方は若干売り注文が優勢で始まりました。昨日のアメリカ株式相場は5日続伸しました。ただ FOMC の議事要旨の内容などを受けまして金利がやや低下、外国為替市場では昨日と比べますと若干円高ドル安に振れました。このためこれが株式市場にはやや売り圧力となりまして、朝方は小幅にマイナスとなる場面もありました。ただその後は徐々に買い戻し、押し目買いなどが優勢となりまして、日経平均株価もじりじりと上げ幅を広げる展開となり、前引けにかけて一段高、結局前引けは106円高と上げ幅が2桁に達しました。商いはそれ最近としてはまあそこそこといったところでしょうか。売買高8億5000万株余り、売買代金は1兆1375億円ということで1兆1000億円レベルということになっております。朝方軟調に推移しておりました景気敏感株などにも徐々に買い注文が広がって全般を押し上げる構図となりました。さらにもともと堅調でした内需関連、為替が若干円高気味ということもありまして、もともと輸入がウエイトの高い会社、あるいは内需関連株など朝方から堅調でしたが、そういった銘柄も前引けにかけてじりじわりと上げ幅を広げる展開となって全体の指数を押し上げたという形でした。こういった中で個別銘柄で商い伴って大きく買われましたのがソフトバンクです。前引け段階では4% を超える上げとなっております。日経平均への寄与度も大きい銘柄で指数に寄与しました。ソフトバンクに関しましてはサウジアラビアなどと共同で発足させました10兆円規模の投資ファンドがアメリカの半導体大手の NVIDIA の株式を取得すると報じられまして、これが当てがかり材料になりました。この NVIDIA といいます会社は画像半導体の大手でありまして、自動運転の技術には不可欠な画像処理半導体を手掛けているということで、これが前向きに評価されたという動きとなりました。さらに個別で3661の M アップが急騰しております。商いも膨らみました。子会社で手掛けております乃木坂48とのコラボ公式アプリ乃木坂48 Always With You というのの事前登録者数が10万人を突破したと会社側から発表がありまして、買いが流入したという動きでした。逆に軟調な銘柄、下げた銘柄は日本タバコ JT2914 が下げております。昨日まで連日で年初来の高値を更新してきてたということで、今日は利益確定売りに押されたという展開でした。以上、今日全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。